高級十二詩とは、日本の律令制において規定された宮人の組織である。十二詩という名の,の通り、内詩詩、暮らし、諸詩、薬詩、表示、帝都塚さ、都の詩、創水詩、禅詩、酒塚さ、縫い塚さの十二官詩より構成されている。高級における天皇の火星機関の色合いが濃く、簡易相当の対象とはなっていない。だが、 放牧支給のために順位と呼ばれる格付けがあり、順位と同じ位階に属する男性官人と同じ待遇を受ける規定となっていた。これによれば、宮人の順位が最も高いのは、倉市で、以下前市、縫いつかさ、内市市と続き、これが高級十二市の位置づけにも影響した。また、四等官の仕組みも不完全な形態であり、倉ら前縫い内詩�では、 なお、天、手のひら、上、方眼の三等感性がそれ以外の八種では、手のひらも省かれて二等感性が取られていた。方眼あるいは左官が書くのを補うために女女、うねめ、さらに死女、水女のような高級職員令にも掲載されない、さらに身分が低い女性たちが置かれていた。本来、高級のある代理は、天皇の私的空間であり、男性の苦行、官人の入場は、 基本的に抑制されていた。そのため、高級内部の業務を行うために、宮人の存在が必要であったのである。奈良時代末期に入ると、天皇と高級あるいは男性官人との連絡係を務める内詞の地位が三種の神儀を保管する十二支筆頭の暮らしと同格として扱われるようになる。平安時代に入ると、蔵人など、 高級出入りの食券を持つ感触が登場するようになると、高級12市の役割が低下し、10世紀の中頃には、内市に他の11市の機能が吸収、統合される形で高級の気候改革が行われながら関政治期を迎えることになった。ありがとうございます。